規制とは強制の一種であり、ある生物が他の生物から栄養やサービスを持続的かつ一方的に収奪する場合を指す言葉である。収奪される側は宿主と呼ばれる。また一般用語として他人の利益に依存するだけで自分は何もしない存在や排除が困難な厄介者などを指す意味で使われることがある。パラサイトシングルや経済学上における 規制時の姿勢などは前者の例であり、後者の例としては、電子回路における規制オードや規制容量といった言葉がある。規制は、生物間相互作用の一様体であり、強制すなわち、複数種の生物が相互作用を及ぼしつつ、同所的に生活することに含まれる。規制を十分に定義するのは難しいが、ひとまずは以下の定義が挙げられる。規制と言われるのは、 生物 A と生物 B があって以下のような関係がある場合である。A が B が得た、または当然得るはずの栄養摂取源を取得すること。A が B の体内か体表面、あるいはそれに近い位置にいること。この関係が一定期間続くこと。B は A の存在によってはっきりした不利益をこむること。こういった関係にある場合、A が B に寄生しているといい。 B を A の宿主という。例えば、人の腸内で人が接触し、消化した食物を吸収して生活する海中、髪の毛や衣服に住んで血液を吸収するシラミなどは、典型的な寄生者である。他方、カヤーブは、人の血を数がすぐに離れていき、短時間しか接触を持たないので寄生者ではない。しかし、判別の困難な例が多々ある。 例えば樹木の葉を食べる毛虫などの食用性昆虫は、この定義に当てはまってしまうが、通常の食食者とみなされ、寄生者とは呼ばれない。しかし、植物の組織を変形させて、虫コブを形成し、その中に生息して内部組織を接触する昆虫は寄生者と呼ばれる。捕食寄生されたモンシロチョウの幼虫他の昆虫に寄生するハチやハエでは、 宿主が成熟する時までにその体を食い尽くして、殺してしまうものが多い。これは捕食の変形と考えられ、捕食規制という。また、規制とは明らかに異なるものも、寛用的に規制と呼ばれることがある。その例の一つが、乱海への規制である。クモやバッタ、カマキリなどは、乱海や乱能を作るが、ここに潜り込んで卵を食べて成長するものがあり、これらも、規制と言われる。 しかし、起きていることは単なる卵の捕食である。一口に規制といっても、様々な形態があり、それによって、用語も様々である。代表的なものを以下に挙げる。位置に関してはただし、どこまでが外部で、どこからが内部かには、若干の議論がある。例えば、のみは明らかに、外部規制である。しかし、砂のみのメスは一箇所に噛みつくと、そこから動かず、周辺部の皮膚が盛り上がって埋まってしまう。 これは、内部寄生と言われる場合もある。寄生性の総締め幼虫には、傷口に潜り込んで尾を外に出すものがある。また、消化管の中に生息する、寄生虫は、内部寄生と言われるのが普通であるが、微腔内のものはどうか、軟体動物の該当膜内部はどちらか、など考えると困難である。厳密に言えば、内部寄生というのは、体構内に生息するものと細胞内寄生だけを、 含めるべきとの考えもある。寄生者が宿主から摂取するものは、その種によって様々である。寄生とは、本来主観関係を表す用語だが、生体観の直接の栄養授受,受という意味で、メスの体の上に、オスが寄生すると表現することもある。深海性のアンコウ類には、オスがメスより極端に、小さく、メスの体表に噛みつくような形で固定されているものがある。 オスは小さい間にメスに出会うと、メスに取り付いて、そのまま寄生生活に入る。これは、深海という個体数や、生息密度の限られる環境下で、繁殖時の出会いの機会を確保するための適用と、言われる。これらの中には、オスの体の循環系や消化器系といった器官が、退化して、ほとんどメスの体と同化してしまう、ミツクリエナガチチンアンコウなどの種も存在する。他にも、 寄生性の甲殻類や、ム虫動物のボニリムシ、コケ植物の一部などに、そのような例がある。このようなオスを、YU という。また、胎生の動物においては、胎児は、母親の体内にあって母親から栄養等の補給を受けているから、胎児は母親に寄生しているということもできる。同様な関係は、出植物の本体と配偶体の間にも成立する。寄生生物が、 宿主に対して与える影響には様々なものがある。基本的には、寄生者にとって宿主の死は自分の生存を危険にさらすので好ましいことではない。しかし宿主を死に至らしめる、寄生生物も存在する。寄生によって宿主が重大な病気や命に関わる、被害を受ける場合がある。このような現象は、寄生者が微生物である場合が多い。それに対して、 ある程度以上の大きさの寄生者は宿主にそれほどの損害を与えない場合が多い。これは寄生者にとって宿主間の移動がその生活上で最も困難な部分であるためであろう。逆に微生物の大きさであれば宿主間の移動は空気感染や接触感染など比較的簡単であるから宿主を殺すことは寄生者の生存にとってさほどの負担とならないのであろう。微生物が 寄生者であり、その寄生によって宿主が生活上の負担を強いられる場合、その犠牲者を病原体と呼ぶ微生物であっても宿主の死はやはり危険なことに違いはない。したがって宿主への被害は世代を減るうちに小さくなる例がある。梅毒はコロンブスが中央アメリカからヨーロッパへ持ち帰った頃は数週間のうちに重症化して命に関わったというが、 現在では何年もかかって重症化するようになっている。大型の寄生虫では日本自血球虫が宿主の命に関わる例であるが、そのような例は他には多くない。フィラリアは犬の場合は致命的であり得る。人の場合は臓皮病を引き起こす。これも宿主の生活上は大きな負担である。袋虫類は宿主であるカニの生殖行動を抑制する。それ以外の 大抵の寄生虫では、宿主に、さほどの負担をかけない例が多い。サナダムシなど、体長が最大で10メートルに達するが、大抵の場合健康を害することはないという。人間に寄生するものでも、せいぜい肛門から同生物が出てきた際に、精神的なショックを受ける程度で、食糧難の時代には、栄養摂取を阻害するとされていたが、現代日本の食糧事情では、無視できる範疇とも、 中にはダイエットとして意図的に寄生させる人もいるほどである。昆虫が植物に寄生する場合、植物組織が異常に成長して、コブを作る場合がある。このようなものを虫へいと呼び、原因昆虫の食料及び生育の場となっている。菌類が寄生して、コブが生じたり枝葉が異常成長する例もある。同じように、寄生者が宿主に働きかけて、特殊な行動を取らせる例がある。 最も有名なのは、吸虫類のロイコクロリディウムである。この寄生虫は、成虫の宿主は小鳥であるが、妖精は、モノアラガいという陸産貝類に寄生する。貝の中で妖精が成熟すると、妖精は貝の目に移動する。そうすると、貝の目の柄は大きく膨らみ、その中で妖精が動くと、妖精の縞模様が派手に動いて見える。岡ノアラガいは普段は物陰に隠れているのに、 この時は葉の表に出てくる。それによって幼虫の姿が鳥の目につき、鳥がやってきて目をつつくと幼虫が飛び出し、それを鳥が食べることで鳥の体内に侵入する。植物でもヤッコソウはスダジーの根に内部寄生するが、寄生された根は地表付近に出て広がり、そのためヤッコソウの花が地上に出やすくなる。カニに寄生するフクロムシの場合、 寄生されたカニはオスであってもメス化する。すなわち、胸部に折れ曲がった腹部が幅広くなり、卵をここに抱えるメスと同じ形になる。フクロムシの虫体は、カニが放卵するときに、卵の入る場所に発達するので、このことは、カニに対して、フクロムシの虫体が卵解であるようにカニに、錯覚させ、カニに卵解を守る行動を取らせるための操作である。可能性が示唆されている。 針金虫は、カマキリなどの宿主を水辺へ向かうよう仕向け、水の中で体外に出る。寄生者は、必ずしも栄養などを収奪するだけの存在ではなく、宿主にいくらかの利益をもたらす場合がある。例として、人の寄生虫である、サナダムシは、腸内に止まり、経口摂取した栄養を奪うだけの存在だが、同時にこの、異物の存在が免疫系を刺激し、 健全な体機能の維持に役立つという研究例もあり、この場合において人とサナダムシの関係は規制か強制かという点で議論の的になり得る。固着性の動物には動物体表面に付着するものがある。これは当然単なる付着であるが、中には固定のために根状の構造を動物体内に侵入させるものがある。これが規制生,生活への一つの経路とも言われる。 不正植物はかつては、死物規制を行っているとされ、植物遺体に寄生するとみなされたが、寄生という概念は多く生物間相互作用を指す、ものであるため、この用語は現在ではあまり一般的ではない。その後は、不正植物という用語が使われたが、これらの植物は、直接的には、貧困菌から栄養を得ていること、および、貧困菌は、必ずしも不正性ではないことから、 金獣属栄養植物と呼ぶ方が正確である。これらの植物は栄養的には菌類に寄生している。菌類において生きた生物から直接栄養を得ているものは寄生性菌類と呼ばれる。また、ワムシやセンチュウなどの動物を捕食するものもある。例えば食用キノコであるヒラタケもセンチュウ捕食能を持つ。接合菌口、鳥持カビ目の捕食性菌類は 気質上の菌糸の上で小動物を捕らえ、そこから栄養を吸収して生活している。ところがこのグループには、そのような小動物を宿主としてその体内だけに、菌糸体を発達させる、寄生性のものも含まれ、捕食と寄生の接点の一つと考えられている。また、植物寄生菌類では、生きた宿主につくものの、生きた組織から栄養を取るのではなく、まず組織を殺してからその部分で生育するものがあり、 これを摂生と言って区別する場合がある。ありがとうございます。